こんにちはポロです今日はですね、特別企画でスペシャルな、ね、ゲストの方に来ていただいてます。ユーデミーをですね、これからやりたい人、もしくは今やっててなかなか、ね、伸びない人は、ぜひ今回の、ね、ゲストの方の、まあ、話を参考にしてもらって、すごくいいロールモデルになると思うので、まあ、僕のコンサルに入っていただいたクライアントさんに今回来てもらってます。まあ、その方もユ、ねえーデミーで講師として、ね、活動されてて、 ものすごいです、ね、まあ大きな結果を出された方なので、まあ、かなりね、えー、ためになる話は聞けるんじゃないかなと思うので今日はいろいろですね、えー、ゲストの方に質問していきたいと思います今回のゲストはですねシグマ先生ですよろししくお願いしますすよろししくお願いしますまずですねシグマ先生はえー、っとまあ僕のそのコンサルに入ってから大体1年ぐらい まあ経過したんですけど、もともとどういうような感じのことをやっていたのかとかっていうのは、軽く教えていいただけますかはも、いえー、ともと最初はブログを頑張ってやっておりまして、でその後ユ、えーデミをやってみたいなということで、ユーデミを始めて、で、えー、なかなか伸び悩んで、でアポロさんのコンサルを受けというような状況です。はい なんかね、か片付けコンサルタントとかもねやってたみたいな話をな<あ>されてましたけど <laughs> はいそうですねあの片付けにも興味があって何かこうビジネスにならないかななんていうふうには思って、うんうん、まあお試しでちょっとやっただけなんですけれどもなるほどはい全く合わずにすぐにやめてしまいました <laughs> <laughs> はい。さっきね、そのシグマ先生のそのギュハハハ 講師ページ見てたんですけどまもなくもう5,000名ね受講生、ね、行くってすごいですよねあそうなんですよおかげさまで、ね、はい、たくさんの方に受講していただいて、ね、本当にありがたいですしかもですねこれすごいのが今5個コース出てるんですけど全部ねベストセラーが3つで最高評価2つでしたっけあそうでしたか最高評価1つだったと思うんであ復活したんですね全部ついてるんですよね、はい あ、そうですか、すさまじいですよ、しかもあれ、ユーデミン i ビジネスも全部採用されてるんでしょあ、そうですね、最初に、えー、と出したコースから数えて4つはユーデミンビジネスに採用していただいたんですが、はい、4月のに出した一番新しいものはまだ採用はされてないです。はい やっぱりね、ユーデミビジネスに採用されると伸びがすごいですよね。あ本当にすごいですね。<laughs> はい。最初スタートした時ってす？えって最初よく覚えてるのは、うん、確か3人とか4人1か月で3人4人ぐらいだったと思いま,思いますね。でもユーデミダメかなっていう <laughs>、うん、えそんな思いで。 えー、ただまあなんとかね頑張りたいなっていう思いでいました僕のそのコンサルを受けようと思ったのは何か理由とかきっかけみたいなのはあるんですかはいえー、っともともとユーデミーでアポロさん非常に大きい成果を出しておられたりあとそのコンテンツの量が <laughs> あのー、非常にたくさんの コンテンツを出しておられてで、どうやったらこんなにコンテンツをうまく作れるのかなっていうような思いがありまして、でまあ、そんなこともあったり、えー、っとあとはまあコンテンツビジネスについての、まあ、コンサルもやられてるっていうようなことで、えーまあ、受けてみたいなっていうふうに思いました。なありがとうございますその 僕のコンサルに入った時はねゆデミみにコース1個しかなかったじゃないですか、うん、会社あはいそうですねでそれがまあ月23人ぐらいだったと思うんですけどその伸び悩んでいた原因とかってなんか心当たりとかってあるんですか、うん、そうですね <laughs> まず最初のコースはほとんどニーズがな,ないだろうっていうようなあまりニーズが感じられないところで出してしまったっていうところです、うん ね、それが一つ原因なのと、うん、あとはその作るスピードが遅すぎて、うん、もっと2コース目3コース目と出していけばよかったんですが、うん、それができないでいたっていうことだと思います、うん、なるほどなるほどでもねそのコースもこう売れるようになってきてね1月とかすごかったみたいですね、はい、なんか売り上げとか受講生の数とか、ね、そうですねおかげさまでえ、ね い,いくらぐらい行きました大体。えっと、そうですね。40万近く行ったんじゃないかと思いますね。<laughs> はい、4月ぐらいからだからね、1年経ってないですよね、当時まだ。8ヶ月とか。そうですね。当時は4月 <laughs>、まあ。実際に1コース目を出したのは、えー、っと、1月の下旬でした、去年の。 4月の下旬でしたので、うん、まあ1年弱ですね。1年弱 1> で、まあ、コンサル始まってからまあ大体8か月9ヶ月い。8ヶ月9ヶ月,ヶ月,9ヶ月そうですね。2>, 2本目3本目ぐらいで結構バーンって伸びたん、はい、あそうですね2本目で一気に伸びましてでその2本目のおかげで他のコースも、えー、登録者が増えるようになりました。 2本目のコースを買ってくれた人が1本目に出したやつも買ってくれてみたいな感じで相乗効果でそうですそうですねはい似たようなジャンルでしたので合わせて勉強したいなっていう方がたくさん買ってくださいましたそれ2本目売れたなんかこれじゃないかなみたいなってあるんですかあえた理由というか売れた理由ですねえ まずはその選んだジャンルが良かったというところですね。うん、ジャンルとそのターゲットを一番の,その初心者っていうところに絞ったんですけれども、うん、それが良かったのかなというふうに思っています。であとはアポロさんのご指導のもと、そのタイトルの付け方ですとか、最初のコース紹介で、 どんな話をしたらいいのかっていうのを伺ってそれをそのまま真似したところ、えー、いい結果につながりまその売れるジャンルをね選んだっていうのもあれですけどそこも結構ねレッドオーシャンとか強敵揃いのところにねそうでしたね、はいうん、もう誰も見向きもしないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけれども今ではねそのジャンルでも結構ねシグマ先生のコースは ななんんんててていうかか人気にどんどんなってきてるからおかげさまではいで、はい、ありがとうございます今5000人だからあれ1月どれぐらいのペースで増えてるんですかユーデミー4ビジネスに入るとものすごい増えると思うんですけど、はい、そうですね実はあんまり登録者数は見てないんですけれどユーデミー4ビジネスを除きますと一月に大体1000人ちょっとぐらい、うん、1000人ぐらいですよね 失礼しました。ユーデミンフォビジネスを入れて千人ですね。はい。もうすごいですよね。やっぱりね。まもなく僕も,もう抜かれるんじゃないかって僕今七千人ぐらいですから。ええ。ね、もうどうだいです。すごいですよね。やっぱねそうなんかユーデミンフォビジネスにこうまあ五本中四本今採用されてますけど、はい。採用されるコツというかね、まあコツがあるかわかんないですけど、ね、そのシグマ先生の中でなんかはい。こういうところ意識してたとかそういうのがあればもし。 教ええてもらえればと思うんですけど、はいえー、と採用されたのは本当に、まあ、運だったのかなというふうに思ってるんですが、うん、まあ実際にゆでみビジネスのことを調べるとやはりその採用されやすいジャンルがあるようですね。でたまたま私が2コース目に作ったものがそのジャンルにあの合致していたっていうことが 一番の要因だったかなとは思います。ね、確かにね、まあ、その企業向けにこう提供するようなコースだから、そもそも採用されるようなジャンルじゃないものっていうのはね、多分、うん、どんなに頑張っても油田インフォービジネスにはならないでしょうし。そうですね。あと、ああとやっぱりこう評価が高かったっていうのがね、大きいと思うんですね。企業に対してこう紹介するからにはね、内容が良くないと。 ユーデミーも紹介しづらいとこがあるでしょうから、うん、あそうですねはい私自身評価に対する恐怖心がすごいので <laughs> それがあのー、まあ時間がかかってしまうデメリットにもつながったんですけれども、はい、そこはあの評価が下がらないようにってことは意識して、えー、細かい部分も丁寧に作っていきました、ね、時間かかるとおっしゃってましたけどすごい本当に 丁寧にね作られるんでやっぱクオリティが高いと思いますしありがとうございますそのコンテンツを作るときに何か意識してることとかってあるんですかえっと一番意識しているのはあのもうとにかく視聴者の方に分かりやすくっいう点ですね、うん、はいその話す順番ですとかえー、その内容の 順番とかあとその、まあ、話し方もそうなんですけれどもどうやったら一番分かりやすく感じてくれるかなっていうのを常に意識して、えー、撮影をしていましたまあそのねね,ねストイックでしたもんねそれに対してはねやっぱりはいそうですねそのせいで時間がかかりすぎてしまって、ね、本来ならもっとねしたくさん出していけば もっと登録者の方増えるんでしょうけれどもそこがまだまだ今えー、成長途中であるかなというふうには思っていますでもあのクオリティのものをねだって1コースしかなかったのも今5コースあるから4つ作ったんですよねあそうですねうんあのクオリティのものを4つ作るだけでもねまあすごいと思いますしこの期間でねあうんはい だからまあもうちょっとさらにスピードが上がるとねいいですけどそれがこうスピード上げすぎると逆にシグマ先生の良さみたいなものが、ね、消えちゃう可能性もあるんで。うん、はいそこが悩みどころなんですよね。なんでねあのコースの作り方とかそういうコンテンツを、ねえー、作る際とか意識すべきポイントっていいろいろ参考になると思って。 これ聞いてる人も、ね、ぜひあの、売れるコース作りたいっいう人は、ね、参考にしてもらえればと思うんですけど逆にこうなんか失敗したこととかうまくいかなかったこととかっていうのはあれば教えてもらえればと思うんですけどはい、えーと、私自身その完璧主義っていうのがありまして、まあ、完璧を求めすぎるがあまりとにかく進まない、まあ、失敗というのか <laughs> どうかわからないんですがとにかく進まなくて、えー、途中でこう心折れそうになるっていうことはたくさんありました。はいえー、とあとはその、まあ、せっかく時間をかけて作ったのに、えーまあ、データが消えてしまったってんかそんなこともありましたね。でですので、あのー 言うでもやられる方は、そのバックアップ体制しっかりあのー、準備しておかれた方がいいかなとは思っています。そうですよね。すごい時間かけて作ったの消えちゃったらね、はい、ちょっと頭真っ白になりそうです。はい、本当に頭真っ白になりました。ね。はい、うん。その完璧主義になってなかなか作業がまあ、進んでいかないっていうのは、こうどういう風に対策してきたというか、向き合ってきたというか。あ、はい。 そこがどうしても自分ではあのー、対処できないところでしたのでのアポロさんのコンサルが2週間に1回ぐらいの割合でありましたので、まあ、そこをまず目標にどこまで作るっていうのを決めたりですとかあとはその、えー、Zoom でのお話の中であのアポロさんがもう何度でもこう その完璧主義を捨てるための,あのいろんな話をいろんな角度からしてくださいましてで、まあ、長年積み重ねてきてしまった完璧主義なんでなかなか治らなかったんですがそれでもこうじわじわと少しずつあここはもうその割り切っていった方がいいのかなっていうところが、まあ、自分の中で少しずつ取捨選択できるようにはなったんじゃないかなと思っています。うん 途中にはね、結構いい感じというかね、スピーディーに作ってた時期もありましたもんね、<え>なんかね。あそうですね。はい。あの、コンサルを受け,受けた後の1週間ぐらいは結構、スピードアップしてたかなというふうには思います。だんだんまた元へ戻ってきてしまって、またアドバイスを受けてっていうような繰り返しでしたね。なるほど。 まあこうね人それぞれタイプがあるんであのまあシグマ先生はシグマ先生に合ったやり方があるし僕には僕に合ったやり方があるんでこれ聞いてる人もあの自分に合ったやり方っていうのを選ぶのが一番いいので逆にね僕がそのシグマ先生のやり方やっても結果出ないかもしれないしシグマ先生がまるまる僕と同じやり方やっても出ないかもしれないからやっぱそのいいところは生かしながら改善できるとか改善していくっていうスタンスにした方が いいと思うんでやっぱり自分のタイプを把握するっていうのは、ユーデミーを攻略する上でもすごく大事かなと。僕はどちらかというと、スピーディーにこう量産していくタイプの人間なんで、一本に時間かけてじっくり作るっていうのは、じっくり作っても、多分そこまで、ね、例えばシグマ先生みたいなクオリティの高い内容にはできないので、もう限界があるからでは、もう数で行動量で勝負しようっていうのがまあ僕のスタンスなんで、それはまあ自分に合ったスタイルだから、そういう風にやってるだけの。 話なでまああのあくまでもそれ何て言うんですかその自分のタイプがあってまあそれに合わったやり方でコンテンツを作っていくっていうのがまあいいと思いますね。まあ以上が今回のねインタビューなんで最後に何かこう聞いてる方にまあ言うでみやりたい方とかもうやり始めた方とかがまあ今回ねあの対象にはなってるんですけどなんかアドバイスとか一言あればあお願いします。 はい、えーと、アドバイスになるかどうかはわからないんですが、えー、と私自身ユーデミーで講師になりたいという夢がありまして、えー、で今それが叶って本当に良かったなというふうに思っています。で、まあ、これから始めたいという方もぜひそのやはり講師になって見える世界っていうのが、あのー、また全然違うと言いますか、あのー、成長した自分が見れて非常にこの 嬉しい気持ちになれますので、えー、ぜひ、ゆうでみ講師のになりたいという方、応援していますので、たくさんの方にこうデビューをしていただければなというふうに思っています。あとは、そのですね、なかなか売れない時期があるというのは、あの事実だと思いますが、その、 ユーデミっていうのはその一つ一つのコースを出してもなかなか売れないっていうような気がしています。ですのでそれをあの粘り強く2本目3本目4本目っていうふうに出していくとその伸びるスピードは人それぞれだとは思うんですけれどもそれが本当に少しずつ積み重なって雪だるまのようにえ受講者さんを増えてくれるっていうような、え。ー そんな、あのー、イメージがありましたので、ぜひですね、2コース、3コースで諦めずに、えー、たくさんコースを出して、で、ゆうでみ仲間が増えていったらいいなっていうふうに思っています。すいません、まとまらずにい。いえいえ、申し訳ないです。本当に、はい、素晴らしいお言葉だったと思います。やっぱりこう、ゆうでみ講師になってね、こう、なんていうんですか。 見える世界が変わるってのは僕もそう思いますし自分が今まで教わる側だったのがこう教える側になってそれこそこうね自分自身も成長できるしまあその受講生の人からいろいろ感謝の言葉をもらえたりとかもちろん収入も増えますし、ね、自信につながったりとかそれこそただゆでみ講師になるだけじゃなくて、まあ、シグマ先生の場合はね最初はもうなかなかね売れずにこう悩んでいたのがもう今売れっ子というかね人気講師までバーンって上がってきたわけだから、うん、本当に劇的にというかね 変わるというまあぐらいやっぱり夢があるというかねユーデミは本当にやり方次第ではそういった結果も手にすることができるプラットフォームだと思いますし、まあ、本当に、まあ、さっきもねおっしゃってましたけどまあ一本二本でやめちゃう人が多いですけどまあそこをずっとねコツコツと続けていくとどっかでこう花開いたりとかブレイクスルーが起こったりでそれがこうきっかけになってその後のねこう講座も売れやすくなっていくみたいなことが。 ああるのでまあ、僕からもね、一言助言をするとするならば、やっぱり諦めないことが何よりもね、大事かなっていう。売れなかったから、ああ、だめだ、じゃなくて、じゃあ次切り替えて何作ろうかなとかっていうところを意識してやっていくと、言うてみでもね、こう売れるようになるんじゃないか。僕もまあ40、今5コースありますけど、うん、まあ外れというか全然売れてないコースもね、まああります。それだけだ出せば当然、売れてないコースの方が多いぐらい。なんで、やっぱりそういうのも、 そういうのが出てきても、それでもこうね、えー、作り続けたっていうのが結果として、まあ、数が多いんで、ね、雪だるまの大きさもどんどん大きくなっていくのはまあ必然なので、まあ、それが結構大きかったのかなっていうのは僕も思ってるので、まあ、ゆうでもやるんだったら、とにかくまあ時間をかけてでもちょっとずつやっていくのが大事かなと思います。はい。 では、ですね、えー、今回は、まあ、スペシャルゲストということで、ユーデミー講師のですね、えー。シグマ先生にお越しいただいて、まあ、いろいろですね、貴重なお話を聞かせていただきました。えー、シグマ先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。